エセキエルの預言。その日、主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に降ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると、谷の上には非常に多くの骨があり、また見ると、それらは甚だしく枯れていた。その時、主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか？私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって預言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって、主なる神は、こう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように預言した。私が預言していると、音がした。見よ、カタカタと音を立てて、骨と骨とが近づいた。私が見ていると、見よ、それらの骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に霊はなかった。主は私に言われた。霊に預言せよ。人の子よ、預言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。私は命じられたように預言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。彼らは非常に大きな集団となった。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の骨は枯れた。我々の望みは失せ。我々は滅びる。と。それゆえ、預言して彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はお前たちの墓を開く。我が民よ。私はお前たちを墓から引き上げ、イスラエルの地へ連れて行く。私が墓を開いて、お前たちを墓から引き上げるとき、我が民よ、お前たちは私が主であることを知るようになる。また私がお前たちの中に霊を吹き込むと、お前たちは生きる。私はお前たちを自分の土地に住まわせる。その時、お前たちは主である私がこれを語り、行ったことを知るようになる。と主は言われる。神の御言葉。神に感謝。Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kami yo anata no michi o shimeshi, shinri no uchi ni watashi o shie michibite kudasai. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
またいに夜福音。その時ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中にどの規定が最も重要でしょうか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の規定である。第二も、これと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。主の御言葉、キリストに賛美。